ネビンズストリート駅はニューヨーク市地下鉄 IRT イースタンパークウェイ線の駅である。ブルックリンクダウンタウンのフラットブッシュアベニューとフルトンストリート、ネビンズストリートの交差点に位置し、2系統と4系統が終日、3系統が深夜を除く終日、5系統が平日のみ停車する。駅は1908年5月1日のイースタンパークウェイ線、ボローホール駅。 アトランティックアベニュー、バークレーズセンター駅の開業とともに開業した。島式ホーム2面と観光線2線、急行線2線を有した2面4線の地下駅で、かつては南北急行線間に5本目の線路も走っていたが1956年に撤去されている。これ、もともと当駅が相対式ホーム2面と観光線2線、急行線1線の2面3線の 急行通過駅として計画されていた名残で、その後急行線を南北で分けた2線とすることと、当駅を急行停車駅とすることが決まったため、もともと南北観光線として建設していた線路を南北急行線とし、その外側に南北観光線を付設し、相対式ホームを島式ホームと改めた。改札口はホーム上の改札外にあり南北ホームで、 独立しているが、南北ホーム間は、ホーム下にある使用されていない単式ホームを経由し、行き来することができる。この単式ホームは、南港ホームの下にあり、南港観光線の元にあたるホーム西側には、使われていない線路が付設されている。駅には1997年に、アントン・フォンダーレンにより制作された、アートワーク、ワークネイチャーが飾られている。これは、 改札外に飾られている14インチ83フィートの大きさのモザイクアートでミシンを使う女性や子供の世話をする母親、木を植える男性、設計図を読む建築家、会議に出席する女性役員、有名なミュージシャンであるファリー・ルイスなどが描かれている。これらの人物は制作者であるアントン・フォンダーレンによるとべての作品を取り巻く誇り、尊厳、 そして美しさを象徴しているという。1981年に、または地下鉄内で最も老朽化した69駅の中に当駅を挙げている。前日の通り、単式ホームを転用したホーム間連絡通路によって、すべての出口が両ホームに接続している。ありがとうございます。